はい、今回は新環境リナセントクロニクルにおいてヴァンパイア1位の方が今現在使っている世界1位のねデッキ構築をご紹介していきたいなと思います。で、今回の主役カードが黄昏の真相オーディンっていうカードなんやけど、このカードを採用する機械物の構築が今結構流行っていて、で、この失踪を持ちつつ盤面のカードを1枚消滅させながら打点を稼ぐっていうのが結構そのね、顔面に打点を与えるという意味で超あれ、この機械ヴァンパイアとのシナジーがかなりいいよ。で、デッキはこんな感じになってるので、スクリーンショットなどね、皆さん撮ってもらって、まあ正直、機械ヴァンパイアに関しては、今環境で結構不遇と言われていて、正直ね、かなり苦しいっていうものあると思うんですけど、この構築を使うことによって、ヴァンパイアで勝つことの嬉しみ、楽しさ、快楽というものを味わってもらえればいいかなと思います。さあ、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。今回はですね、新環境で一番強いヴァンパイアの構築をご紹介していきたいなと思うんですけど、でね、ヴァンパイアの構築、今結構環境で少ないんよ。なんやけど、今回グランドマスター1位プラスヴァンパイア1位の構築ということで、安心してね、この構築の強さというものを皆さんにね、伝えていければいいと思うんですけど、まずは1枚目。いいね。まずこの2ターン目にアルザード、やっぱヴァンパイアって2コストの中ではかなり強いさ、アルザードを入れることができる。そこにね、やっぱ皆さんね、注目してほしいよ。アルザードってめっちゃ強いカードやから、そういう強い甘えんなよタコ。このアルザードを入れるっていうのがやっぱ強いよ。そういう強みをしっかりと意識できるっていうのを皆さん考えてきてほしいよね。リーチにしてやる。これね、やっぱハリズナっていうカードが強くて、やっぱバンプって2コスト3コストのこの低コスト枠、これがかなり強いよね。お前悠長やな、その程度で。無駄なあがきをするのはやめなさい。お前悠長やな。そんな雑魚カードを置いて俺に目くらましをさせようっていうのか。甘えるのも大概にしろや。でね、ラウラはすごい重要なカードなんで、ここに関してはまあ、ワイルドリザー行こうか。こっちとは風雷棒でね、このやっぱワイルドスピードマックスいいよね。まあ、モノとの相性も強いし、非常にこう優位性が高い。しかもそのコスト余りを従順なね、馬とかで使えるから、かなり強いよね。しっかり面取っていこうか。別に焦る必要性ないよ。モノで OTK できるし、なんといってもね、今回のこの構築は、世界1位ランカーの方が作ってるからね。そこをね、履き違えたらあかんよ。お前も悠長やな、そんなもうコンバだけみたいな。優勝なんですよ。まめなかったね、これ。こいつ出ることに操り人形合成されちゃうからね。でも、晴れ砂をしよう。おーただ、物に強化を当てれない。これはちょっと悔しいとこやね。ただな、正直ハレズナ強化もこれだいぶ強いんよ。わかるわ。あれね、バンプの強みって別にそのなんやろな、物だけじゃなくて、こういう低コストのカードたちが強いっていうのがヴァンパイアの強みなんよ。だからそこをね、しっかりと履き違えたらあかん。これ面取れるからね、こんな感じで。優秀やなまあここに関しては次のターンヘキレキの悪魔は出すかないやけど、まあハンドを減らして回す必要性があるかっていうところやね。アルザードはでも5ターン目に出すことによってモノとのシナジー効果がいいので、ここはアルザードで言うしようか。この身は不滅漂うはさだめ。面をしっかり取りながら動いていく。でこれアルザードを5ターン目に出すと、その2ターン後7ターン目にモノが出ます。優秀やな。お前そんなさ運ゲーバースすんな。お前これでどちらかのハリザナを処理できるって感じか。面白い面白い
面白いなお前。あーおおー、こっちのあれでな、もう無関心。アラミア CN ブラッドアース、はははシャークベッド、うはは、いいね。シャークベッド、うはは、いいね。へへへ、面白いものを見せてあげますよ。まあここはクリムゾンラウラのリーサルないし、まあリーサルないので、どういう風に処理するかよね。ヘキルキの悪魔で二面処理しながらっていうのは強そうやね。でもここに関してはね、ねえ、あー、行かせてもらうか。ブラッドアーツ、うおー、まあ二面処理していこうかね、しっかりとね。あー、おー、まあでもここはこいつで当てても意味がないから、まあヘキレキで取るのが強いよね。まあしっかりとで、これこれしか能力で選択できるの強いね。どこに当てるか。おー、いいね。お前あのね、ロゼッティっていうカードが来たっていうのは何がまあ強いかっていうと、ロゼッティは自ら復讐状態をもたらすんよ。これが結構強くて、いやバンプ結構強ない、高校やで、高校。しかもネメシスって今結構環境の中でトップクラスなんやけど、やっぱハレズナ強いよね。だがハレズナを突破できなかったら君は負けるぞ。8000のダメージソースから逃れる布石なんてないんですから。ははは、シャークベッド、うがは、おお、ちょっと待てよ、リーサルはでもないかな。運ぶ、でも運ぶ、もうでもこれ買ってるよね正直。ロゼッティが無料進化使えるから、まあこの時点で買ってるよね正直。正直、あー、まずは1枚目、まあ、この時点で勝ってるんよね。この無料進化できるってのは強いね、やっぱり。これで勝ちました。で8点ダメージでお前は負けると、その2文字から変わることはないわけだ。あー、まあネメシスに関してはハレズナをうまく使うことによって勝つことができます。さあマッチングしました。対戦よろしくお願いします。さあネクロマンサーか、しかも先行、いいね。アイアロの残骸は物をね引けるので、まあアイアロの残骸序盤から来るのでかいよね。まあリペアモードを回収できるっていうのも、まあ物に対してすごい影響を与えるカードなんで、さあ見ろよお前ら。ブー、おライフリカバリーか。でもライフリカバリーも強いからね。でこれドローしたことによってスカルが強化されるの。いやね、バンプってまあ結構その前から言ってるけど、低コストのカードが強いよ。あー、進化のものもそうやけど、やっぱこれ2コス3コス枠、これがね強い。序盤から4点を与えてて気持ちよすぎるやろ。あー、いいね。まずは1枚目ガンガンいこうか。こっちとは風雷棒でね、いや先行取ったらマジでね、ダンプブルドーザーのように引き殺せます。マジで息する暇もねえぞお前ら、まばたきすんなよ。魂までしつけてやるよ。魂までしつける、私がしつけてあげるぐらいですよ。はははいや、ここはね、まあアイアロンプラスでいいと思うんやけど、まあどういう風に取っていくかやね。だから顔面いった方がこれ強いと思うので、まあ一枚物を切るというね動きもあるかもしれないな。10、待てよ、物プラス、これ次のターンの物の布石を見ていこうか。それが強そうやね、これ。次のターン物いけるのやばない、まあ、とりあえずこう置いとくやん。なあ、まずは1枚目、まずは2枚目、で次のターンに物いけるいけるので、物でも決めていく、それでも置いていこうか。勝ちました、はい勝ちました。いやね、マジでね、そのヴァンパイアマジで強いよ。あの要は相手がその火力を出す盤面を作る前に終わるんです、この構築ね。ネクロって守護いないやん。あー、だからすごいやりやすくて、もうね負けです相手の。もうなんかかげろ、しょうもな。そんなカード出す暇があるんだったらトイレで台でもしときな。ああ、うーん、勝ちました。ああ、いいよ、見せてあげるよ。じゃあ6でしょ、全てを終わらせる権力を私は誇示しようって言うんだから、全てを終わらせる、それが俺への魂の一字じゃないか。生きようか、これが陶器刹那の悠久、陶器悠久。バンバラバンバンバンバラバンバンビーボービーボーバンバラバンバンバンバラバンバンビーボー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 、シャークベッド、うはは、いいね。これ冗談進化させることによって、まあ、リーサル狙えるよね。
これが2枚いってるので冗談をいくやんかねえ、あ冗談をいくでしょ。運の道行き役をなす。はい、これで私がこのカードを進化させることによって何が起こるでしょうか。5ターン目に、11点失踪かな、これが見えちゃうわけですよ。新品のようだよ。あ、13点失踪か。これが新環境のモノの構築です。マジで強くない？あ、マジで強いんで使ってみてください。